はいどうも、ハライバディバケモンです。というわけで、今回もダークソウルト3続きやっていきましょう。で、前回、デーモのローを倒したから、これでいよいよね、あの、極限の呪術をゲットすることができる。スロット2やったっけな。スロット2だね。まあいいや。まあ、岩吐き一旦封印しよう。これあれやんな。2の封じられた対応やんな。でも結構あれじゃん。FP 上げてるからさ、なかなかいっぱい撃て、撃てちゃうよ。30でまだ1個増えたりするから。 えんじゃん最高かよよしまあとりあえずここで記憶力の上昇は止めておこうでここに入れるのは黒煙にしとこうかないや浄化にしとこうよしこれで真の極炎ダークソウルが始まる感じだほんならあの前回とあちょっと待ってほんなら浄化じゃなくて激しい発汗な激しい発汗をしっかり装備してで遺骨をくべってからのからの まあ、タリスマンと日課。タリスマンの近くにあるやつが確か猛毒の霧じゃなかったっけな。そんな気するねさあ、この先なんやけれど、こちら一回試してみるか。強っ。え ?7 位想像以上に強いじゃねえか。やるじゃん。学んだな、お前。前回の教訓を得たな、貴様。な。 まさかとは思うけどそうやなお前教訓得たなやるなまあ所詮ネズミかよしほんなら激しい発火をまず使ってああよし猛ルの切りまず一個なんでも結局あんまり奥いかねえじゃんこれ結局のところあれどうすりゃ拾えんだよいやとりあえずもうあれはもうちょい置とこ遠方席があるやろ 遠方席。遠方席の指輪3ぐらいないと多分無理やわ。どこで取れんのか知らんけんな。まあ、あれ拾うのはそこまで大したあの目標ではないから、とりあえずあれは一旦置いときましょうか。そういやさ、早速、こいつを試せるいい相手がいるじゃねえか、この先に。あいつにこれをぶち込んだら一体どれだけのダメージを叩き出すのか、非常に楽しみですね。冷たい谷のいるシール。なんか偉くなんか。 イヤホンの音クソでかいなと思ったらもうなんかパソコン飲んではマックスになっとったわさあどっからでもかかってこいやワニドック出てこいやえちチュッチューえまさかたったの3発で沈んじまうとはなさすがの俺も予想外だぜちょっとこれは封印案件なんやけどはは <laughs> <laughs> ちょっと封印しようか一旦置いとこ一旦置いとこでここのやつら多分城下入りそうやん人型やからまあ、知らんけどなさあお前どうやよし入んなさあどれぐらい fp 回復するんですかよいしょでも言うてあんまり威力は高くないな大白歌の方がいいですわ大白歌安定なお疲れ来いやお前ゲロなんか入ってる場合と違うでお前だからおめえ 酒弱いのにお前3時間まで来るからだよあかんこいつ <laughs> あかんてめえ地獄の豪華を見,る見せてやろうか俺の最強の技見したロがあーでもあれ意外にこいつはあんま火が効かないのかな,なかちょっとここで FP 回収よろしいか FP 回収の方よろしいか当たんに来いそこは狙えるかいけよし で、ダウンしたかてめえの最後だぜ。お疲れ。お疲れっつったらお前帰るんだよ、地獄にな。礼儀のなってねえ野郎やったな。さすがにな。もうさすがにも何回も知りたくないから、もう地獄の豪華解放するわ。地獄の豪華リーチもクソ長いな。さすが最強の事実と言われるだけのことあるぜ。そやさ、こんだけ体格あったらもう強化できるやろ。 なんで強化してんの ?11 個あれこれ普通に強化できるわまあ強化は甘い <laughs> 強化は甘い謎の縛りをまた始める男さすがにドうやめなちょっとここで FP 回収しとこうかなあれな何こいつらえ人型やのにお前通らんのそんなことあるなんだかんだでやはり燃費が悪いねただエストはまだバラあっつまだまだあっつこいつはさすがに気に強いだろう 日のやな行け地獄の豪華でも2発で沈むかお疲れいい地獄の豪華強すぎるびっくりするわよしまだまだエストある次のか,かりまは十分持つあそういえばクレイトンクレイトスやったっけクレイト,トスさんはあれやのゴッドボーやのクレイトンのイベントやってないね熱いすごく熱い熱い熱い ああああああつ、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 つつ地獄の豪華に焼かれるがよろしあちょっと待ってこれ進行にもダメージあるんだねこれ進んでいく時の周りの火の渦にもダメージあるわあーもう最悪だよもう走り抜けていっかこれなんだかんだで一匹一匹相手するのが一番しんどいから 俺とりあえず彼ら助けに先にチカローに行くことにするからまあチカローお前のかかりまでやろうわ今回は早く出て行ってくださいよ帰れ帰れお疲れなんでやねんお前めんどくせえ野郎だな地獄の豪華に焼かれるがよろしいでも早いしーチ長いし威力やばいしこれやばいなあーちょっとちょっとちょっといいから 無理にお前取れ高取ろうとせんでええねんお前らはじゃあどうせ取れ高なんか取れんねんから無理に取れ高を取ろうとするなもうこういうねあんまりバイブス上がらんときはとにかく早く早く正確に植物のような心でパートを乗り切ってしまうのが一番いいかなここもねなんかいるもんないよな別に上にも大したもんがないからねなんかあれだね 前回がなんか、だいぶと呪術師向けのマップやったから、今回はなんかすごい退屈な感じになっちゃいそうやな。な、なんでやねんお前、どっから来たエアーサシンするなお前急に。エアーサシンやってんじゃねえのここ地獄のボ豪華叩き込んだろう。なんでやねんお前、不発やねん。なんでやねん。なんか死なんやつ死んだし。地獄の豪華、食らうがよろしい。いっは鬼畜やん。 いや、ここまで強いと思ってなかったね。さすがに。ちょ、っとぬるすぎ。封印するわ。もう、今回を最後に僕は、本当のザ、ザンなんちゃらをもう封印します。読めん字が読め <laughs> 字が読めいや、ここだけやったらまずしょうもないから、ほんな最後に、あいつやろう。今回は。あの、チカローの前出てくるやつおるやん。あいつやって終わりにするわ。ちょうどキリいいんじゃないな。 ちゃんとかかり火ともしてから、残り火使うから。残り火1個だけしかないから、もう慎重にやろう。慎重に一発で終わらすわ。で、かかって、ほんでもう、甘えになるから、これは抜く。これは抜いて、黒蛇と、火球な。これですねこのラインナップで攻めろ。よし、行くぞ。できればこれを当てていいだな、浄化。せっかくだから。んああ、そこかい。 こんにちは、意味探しのアルバンはい、おらおらおら、ハゼロ、これ、メバチは入らんねんな、確か。これ、置き攻めできるねんな、なかなか。ハゼロ、強すぎだろ、<laughs> 連打してるだけ、燃費もよろしい、いこれやってるだけじゃん。ごめん、やる気あんのかよ。いくぞ。 はい、お疲れえ。強すぎじゃん。え闇霊相手にめっちゃ強ないこれはこれでしょうもなかったわ。ははは。何やねん、これ。最強やん。人型の敵に対してはこれ最強ですやん。ならまぁ今回は <laughs>、全く取れたかないけど、今回ここまでにするわ。は <laughs> い、と、なんか化け物やん、マジで。歯、はあ、出てるし。これ取ったらやばい顔してそう。まぁ、あ、やばい顔してるんですけどね、元から。 はい、というわけで、今回はここまで。今回も最後まで見てくださった方、どうもありがとう。See you next time! Bye bye! 次回、また遊びに来てな。ほな